あ、今ちょうどメッセージを送ろうとしてたんですよ。今日って暇だったりしません？一緒に遊びに。やったー！今日はお兄様と二人きりでデートですね。まずは原宿に行きましょう。すっごく可愛いお店ができたみたいなんですよ。面白かった。可愛いものを見てるとそれだけで癒されますね。ちょっと手持ちがカツカツだったから何も買えませんでしたけど。そんな軽いノリで女の子におごっちゃダメですよ、お兄様。それにカツカツといってもそんな深刻なやつじゃありませんから。そうそう、マリオネットたちの修理無事終わりました。壊されたところも全部取り替えて、なんならパワーアップさせちゃいました。思いのほか予算かかったせいでカツカツになっちゃったんですよね。まあどうでもいいんですけど、そんなことよりも深刻な悩みがありまして、せっかく全部治ったのにこれまでみたいに動かせなくなっちゃいました。ねえお兄様、理由わかりますか？まあ思い当たる節はあるんですけどね。とにかくお兄様が今日一日一緒にいてくれたら元気になれる気がするんですよ。ねえお兄様、これからもう一箇所行きたいとこがあるんですけど、付き合ってもらえます？綺麗。私昔から水族館大好きなんですよね。こうしてると本当に海の中にいるみたいで、小さい頃はここから水槽を見上げていろんなことを想像してました。人魚姫もこんな景色を見てたのかなとか、自分が人魚姫だったらとか。でも最近はいろいろと余裕がなくて全然来れなかったんですよね。本当に久しぶり。昔ここで想像してたよりも自分の足で立つってずっと難しかったです。家を出てからずっと不安でした。私はこのまま陸には上がれないんじゃないかって。まああなたと出会ってからはそんな不安もなくなりましたけどね。あなたと話してるとそれだけでやる気がどんどん湧いてくるみたいなんです。気持ちも生活もどんどん上向きになっていって、悲しいことがあってもすぐに立ち直れて。ううん、あなたがいなければ私の努力は実らなかった気がします。あなたは私にとって一番大切な人なんです。だから本当にありがとうございます。前に私がした質問覚えてますか？私のことどう思いますかってやつ。私はこれから先もあなたとずっと一緒にいたいです。重いとか思われても構いません。これは私の素直な気持ちですから。
方はどうですか？あなたの気持ち聞きたいです。しすぎじゃないですか。もう少し照れたりしてもいいと思うんですけど。これまでずっとドキドキを隠してたのに、バカみたいじゃないですか、私。私あなたに出会えて本当に良かったです。大道芸フェスではきっと最高のパフォーマンスを見せられると思いますから、楽しみにしててくださいね。ねえ、この後もまだ時間空いてますか？今日はもう少し一緒にいたいんですけど。